乾貴士選手に来ていただきました。お願いします。てかお久しぶり、12年ぶりぐらいかなぐらいですかね。プロ1年目の7年のね、一緒にマリノスで在籍させていただいたんですが、はい、今日はその乾貴士選手のヒストリーを聞きたいので、はい、ちょっといろいろ昔話から深掘らせていただきたいんですが、はい、小学校、中学校とかで、はい、どういう選手だったの？どういう選手っていうか、どういう少年だったの？どういう少年、うん、すごい多分やんちゃ。え？やんちゃ。サッカーは。やんちゃでした。サッカーは上手かった？サッカーは、小学校は多分そこまで上手くなかったです。でも、中学校に上がって、でまあ、ちょっとうまく1個上とかに入れてもらってたんで、うん、やっぱそういうのでちょっとずつこうレベルアップはしていったのかなって感じでしたけど。やんちゃって言ったけど、グレてた時期とかあるの？いや、グレてたっていうそういうやんちじゃなくて、もう常にうるさかった。まあ今もあんま変わらないから。それは元気な感じのね。はい、そういうやんちゃっすね。ああ、はい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 、なるほどね。で、じゃあ中学校ぐらいからどんどんこうサッカーで今の乾貴士の形を作ってったのは？そうですね、中学校ぐらいからですかね。で、安高校、はい、進むじゃない。はい、その2年生の時に全国優勝してるでしょ？はい、はい、してます。で、あの時しかも結構ダントツな優勝な感じだったよね、決勝戦とか。いやいやいや、全然そんなことない。ダントツじゃなかったですよ。結構危ない試合も何個かあって、うん、2回戦4中5でやったんですけど、開始3分ぐらいで失点して、うん、あ、負けるなって思いましたもん。あ、そうなんだ。結構いろいろありながらの優勝だったんだ。はい、で、まあ、3年生の時に、まあ、選手権出るものの、3回戦負け？ 3 回戦ですね。3回戦で谷地を、うんうんうん、はい。で、その高校時代って実際どうだったの？そのサッカー的に。いや、楽しかったですね。特に高2は特に楽しかったですね。なんか、うん、俺1個上の人たちが小学校からやってる人もいたり、うんうん、そのセゾンっていうクラブチームからもうほんと小1からやってる人も、うんうん、ずっと高校まで一緒にやったりとか、うん、中学から一緒にやってる人たちが、うん、ずっと俺1個上に入れてもらってたんですけど、うん、小中も1個上の人たちが本当に強かったんですよ。うんうんうん、プロに行ってる選手って何人かいるもんね。はい、うん、青木浩太君とか、うん、草見純平君とか、選手とか、うん、はい、その人たちは本当中学校からやってるんですけど、うん、中学校の時に全国かかった試合で京都かなんかにめっちゃ悔しい負け方して、うん、最後の大会だったんですよ、それが中学校で、うんうんうん、で俺も1個上の方で入れてもらってたんで、うん、その人たちが安子みんなで行って全国優勝しようみたいな話になって、うん、で俺も追いかけていったって感じなん で、うん、で1個上のみんなとやるのがすごい楽しかったというか。練習はきつかったの？あどうなんですかね、ボール使ってばっかなんで。あ、すがしりみたいな果実みたいにとかないですけど。うん、那須さんの YouTube 見たんですけど、うん、ありがとう。なんか、うん、ありがとう。結構見てんすけど、なんかみんなで青森山田の話とかあったじゃないですか。あったああいうのは全くないです。あ、そうなんだ。はい、でもドリブルの今の形っていうのは高校時代は特にそういうドリブルの練習とか多くしたり？そうですね、ドリブルの練習自体はもう中学とか小学校も個人技を優先するチームだったんで、うん、小学校、中学校、高校ともずっとその同じ監督に習って監督というか、安子の時は監督が違ったんですけど、コーチにセゾンの監督が来てたんで、うん、もうほんと俺12年間そのセゾンの監督に習った。倉貫さんってのお父さんが、うん、俺のセゾンのもうずっと小1から教えてくれてる指導者。そうなんだ。はい、うん、で、まあ選手権はその3年の時は3回戦で敗退したんだけど、それでプロからのオファーって1チームだけ、マリノスからだけじゃないでしょ？京都と、うん、マリノスと F 東っすね。で、そこでなんでマリノスだったの？まあ、F 東とすごい悩んでたんですよ、うん、ずっと悩んでて、うん、京都は2部にその年も落ちるって決まっ
ったんで、ちょっといけへんなってなって、そのやっぱ一部がいいなってなって、本当に F 等がずっと悩んで、一回 F 等に決めた時もあったんですけど、まあなんかでも練習参加した時に松さんにいろいろ言ってもらったというか、まあまた来いよとかってすごいなんか話しかけてもらったりとかしたんで、やっぱりその印象が俺の中ですごい強くて、ああ行きたいなって思ったのと、何ですかね。でじゃあ2007年いざそこは一緒にやらせてもらったんですけど、はい、いざプロに入ってそのどうだったの、その1年間っていうのは。いやもう辛かったですよ。知ってると思いますけど。いやもちろん知ってる部分はあるけど、俺もちょっと出場数結構減ってて、はい、うん、で一緒に練習することもあったじゃない。はいはいはい。だけどなかなかね試合に絡むっていうのは難しかったんだけど、そうですね、ほとんど絡んでなかったんで、うん、最初はチャンスもらえてたりしたんですけど、そこで、ね、うまくいかなくて、そこからどんどんもう下がっていく一方で感じでした。やっぱ難しかったですね。そうだよ、まあ1年目でね。はい。でも自信っていうものはあったでしょ。だって練習からさ、はい、結構さドリブルとかさ、俺はさもう絶対光るものはあの持ってるのは分かってたから、まあきっかけかなとは思ってたんだけど、はい、まあだからドリブルに固執しすぎたというか、その時はやっぱり求められてるものがそこっていう風に思いすぎて、そればっかりやってしまったっていうのはありましたね。なるほどね。そのなんか苦しい時代を乗り越えるために何かしたりした？もう練習しかないと思ったんで、もう常に残って練習はしてましたけど、基本的には。そこから、セレッソに、はい、まあ、ローンで行くじゃない。はい。でそれはもうあのお声がかかった時からもうちょっと行こうっていう。それも結構悩みました。1ヶ月ぐらい多分悩んで待ってくれたんですよね、それでも、セレッソが、で、あのスカウティングの小坂さんいたじゃないですか。小坂さんにとか、まあ、篠さんとか、石川コーチの天野さんとか、いろんな人にこう相談はしてたんですけど、いろんな人の意見を聞いて、でもなんか、ひろきくんとかにも相談してて、ひろきくんとかはでも、なんか、2部やったからあんま行かん方がいいんちゃうみたいな話。あ、そうなんだ。ね、その時は。うんうん。やっぱこのビッグクラブに残った方がいいよ、みたいな。うん。でも、その時、唯一というか、まあ、小坂さんも、半年のローンやったらいいんじゃないって言ってくれたんですけど、大二さん、高桑、と大二さんの奥さんも俺お世話になってて、あ、その時そうなんだ、はい、ご飯とかも家に食ったりしてたんですけど、で大二さんとその奥さんだけはいや絶対行った方がいいって言ってくれて、で J2 はそんな悪いところじゃないしって、絶対今の若い時期に行く方が絶対いいから、って言ってくれて、結構それが俺の中では決め手になった感じですね。そうなんだ。それでいざ、じゃあセレッソ大阪にこうローンでまず行くわけだけど、はい、まあ、セレッソではどうだった？そのまあすぐ試合に絡むじゃない。はい。なんかやっぱ楽しかった、そのセレッソにずっといた期間っていうのは。楽しかったですね。まあもちろん辛いこともいろいろあったんで、問題も起こしちゃいましたし、でも基本的には本当に楽しかったですね。なんかうまい、同い年でこううまいやつらもいっぱいいて刺激になってたというか、その次だよね、2009からか、あとセレッソに移籍して3シーズンかな、はい、そうですね、3シーズンセレッソ大阪でまあ、ずっと活躍してっていうことなんだけど、海外移籍行くじゃない、その後。はい。セレッソでのまあ活躍もあって。はい。そこは、オファーがあった時点では、まあ、あの決断はどうだったの？まあ、それもやっぱり2部っていうのもあったんで、まあ、ちょっと一部からのオファーが来るのをちょっと待っちゃいましたけど、でもやっぱ来なかったんで、もう、でも2部でもやっぱ海外に行きたいっていう気持ちはすごいあったん で最終的にやっぱ俺はスペインに行きたかったんで、ああ、はいはいはい、そこが目標というか、もう代理人ともそれをずっと話してて、でスペインからのオファーも待ったりしてたんですけど、まあドイツの2部やけどやっぱりあっちでやった方が見てもらえるからっていう話になってって感じですかね。で暴風雨行って実際どうだったの、そのレベル的な部分だったり。まあやっぱ低い感じはすごい最初、技術的にもすごい、ああ下手なんやなってちょっと思いました。そうなんだ。
はい。でも全然やれるっていう、もう感触は。そうですね、その2部では大丈夫かなって思いましたね。で、またフランクフルトに移籍するんですね、はい、まあ、そこは1部だよね、はい、1部に上がった上がった時ですね。だから2部で一緒にやってたんですよね、うん、で、見てもらって、オファーする感じです。なるほどね。で、いざ1部でやるじゃない。はい。それはどうだったの？最初はね、すごいなんかうまくいったんですけど、うんうんうん、その1年目はすごく試合も使ってもらったりして、うん、でもレベルはやっぱ高かったです。2部と比べたらやっぱりスピード感もやっぱ違うし、一人一人の強さもちょっと違ったんで、レベル高かったですね。うん。行き詰まることとかなかったの、海外って？なんかこう、いや、ありましたよ何回も、はい、どういうところで行き詰まった、壁というか、やっぱ試合に出れない時期が、うん、ドイツ2年目の時はほぼ試合に、まあほぼではないですけど、まあ試合にあんまり絡めなかったんで、うんうん、ベンチ外とかもなったりして、その時はまあやっぱドイツでやりたいわけじゃなかったんで、やっぱスペインでやりたかったんで、うんうん、ここにいてベンチにも入れへんってなんなんやろっていうのはすごい思いましたけどね。そうなんだ。あ、でもまあ変わりなくでしょ、その1年目と変わりなく、もう練習とにかくしてって感じ。あ、そうです、そうです。もうやるしかない感じなんで。あ、まあ、そこでなんか変にもうなんで出さねえんだよみたいな、腐ったりとか全くそういうのじゃなくて。腐ったりはしますよ、そりゃしましたけどそうなの？もちろん。でも、うん、もうなんか一人で練習することはやめなかったですね、うん、そこだけはやめなかったですけど。なるほどね。で、2014、そのドイツの時に日本代表だよね、そのワールドカップ南アフリカ、飛び飛びでもうずっと入っちゃってんすよね。あ、なんか定期的、こうずっとは呼ばれないんですけど、うんうん、何ヶ月越しとか1年越しとかで呼ばれたりとか、うんうんうん、そんな感じなんで。あ、違う、南アフリカは違うか。南アフリカ、まあ、俺入ってないです。そうか、あ、ロシアだもんね、はい、ロシアです、はい。あー、なるほどね。じゃあその後エイバルに行くんだけど、でそれはオファーがあってってことなの？はい、それはオファーを、はい、もらいましたね。で、もうスペインから来て、それはどうなの、自分的に、犬井君的には迷いなし？まあ、もう迷いなく、もうすぐ行くって言いました。でも、移籍金の、ほんとエイバルってお金がないチームだったんで、うん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 、移籍金の問題があって、うん、日本でいう4000万とかしか払えへんみたいな、うんうん、移籍金に。で、海外で4000万って、うん、それあと1年残ってたんで、うん、4000万で出してくれるなんてありえないじゃないですか。うん、そうだね。で、うん、もうとにかく、まあ、代理人もすごい頑張ってくれたのと、うん、俺もこう監督にもう直接言いに行ったりとか、うんうん、でも俺も給料とりあえずもういらんから、うん、俺の給料をもう移籍金に乗っけてくれていいって言ったぐらい、もう行きたかったんですよ。そうなんだ。もうそれぐらいもう今行かな、もうないなと思って、うんうん、もうその時28とかの年だったんで、うんうん、もうここやなっていう、うん、なるほどね。まあどうにか頑張ってこうやってくれて、うん、エイバルとダイリング頑張ってやってくれて、うん、移籍できましたね。まあいろんな人の後押しがあり、はい、熱意も伝わりという、はい、そうです。で、スペイン、そのいざリーガエスパニョーラでするんだけど、そこはどうだったの？いや、すごい楽しかったですよ。やっぱレベル高いし、うん、下手なやつが本当いないんですよ。あ、そうなんだ。センターバックのやつでも、うん、すごい上手くて、足元とか。あ、そうなの。はい。ちょっとね、びっくりしました。初日の練習をエイバル、うん、エイバルで俺本当に、うん、エイバルってその俺が行く前の年に本当は降格してたんですよ。うんうんうん。でも違うチームが財政難で、うん、バンってもう下がって2部に落ちたんですよ。で、繰り上げで1部に残れたんですよ。うんうん。っていうチームだったんで、あ、うん、弱いんやって。だから、うんうん、俺はこのチームで多分王様になれるぐらいの感じなんやろなって思ってたんですよ、うんうん、そしたら初日の練習みたいなの全員上手くて、そうなんだ、やばと思って、うん、あ、これはもう王様とかじゃないんやと思って、うん、マジでポジション争い頑張らって思いましたね。そうなんだ。じゃあもうスペインリーグのこの
ビッグスリーとか今言われてるじゃん。はい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 。でも他のチームも全然みんなうまいんだ。いや、ほんとうまいっす。あ、そうなんだ。マジでうまいっすよ。抜けてるだけなんだ、あの、はい、3個が。そうそうそう。あそこはちょっとレベルが本当にもう金とかもあるんで、やっぱ違いますけど。やっぱすごいっすよ。その後、ベティスなんだけど、なんかスペインでの苦労したことって何、はい、スペインで苦労したこと、まあでもベティスの時はやっぱり試合に出れなかったんで、うん、しかもワールドカップの後でこう、過大評価されてたというか、点を取れるやつって思われちゃって、ああ、なるほどね、うん。いやいやいや、そういうタイプじゃないんやでと思いながら、うん、まあそういうのもあって、まあ、うん、あとは、本当にもうやっぱベティスも、すごい上手いやつばっかいて、ホアキンなんてもう40近いですけど、うん、全然できるし、まだまだ。あ、そうなんだ。はい、もうすごいやつばっかで、あれはでも本当勝てる気しなかったですね。あ、そうなんだ。はい、へえ。いや、そう、ワールドカップっていうワードが出たんですよ、2018年のロシアワールドカップ。それはもうもちろん点もね、決めたしとかあると思うけど、はい、でどんな大会だった？いや、ワールドカップっていうのも話にしか聞いてなかったんで、で大会前にワールドカップ、うん、なんかケイスケ君とかと話してて、本田圭佑君と話したりしてて、リーグ1年間でこう戦う30何試合やるよりも、うん、ワールドカップの3試合の方がすごい価値があるじゃないですけど、でかいみたいなことを言ってたんですけど、俺にはその時意味がちょっと分からなくて、でも初めてワールドカップに出て、うん、それを戦ってみてやっと意味が分かったなっていうぐらい、こう自分の中で価値があったり、うん、経験としてすごい経験ができたって思いましたね。それぐらいこう楽しくできたし、もうみんなが次またワールドカップに出たいってよく言ってるじゃないですか、うん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 、もう大会も出たり、圭佑君も岡ちゃんも、うんうん、それがすごい分かりましたね。でもあの大会自体の日本代表チームとしても、はい、めっちゃまとまってたじゃない、なんか。そうですね、まあ、うん、急遽監督が変わったりして、うん、みんなでこう話し合うことも多かったし、うん、自分たちがしっかりしないとっていう一人一人の責任感みたいなのが、あの監督交代はそういう意味があったのかもしれないですね。なるほどね。もう素晴らしい大会になって、まあ素晴らしい大会っていうか、もっと上には行きたかっただろうけど、その、はい、として、はい、もう素晴らしい大会になったんだね。そうですね。で、じゃあまあそれでまたベティスに戻って、まあそれでいろいろ苦労してっていうのだけど、で、はい、また今のエイバルに戻るんだけど、はい、やっぱそこはもう出場機会とかも含めて。そうですね。やっぱ監督とかその選手も、まあ、あの俺がやってた時と半分ぐらいは変わってなかったんで、うん、こうそこのチームでその監督がやっぱ大きかったっすかね。ああ、そうなんだ。すごい俺は今まで出会った中で一番いい監督だと思ってるんで、信頼関係もそうやし、うん、こう人として、まあ、もちろんもうピッチ内とか練習中とか試合中はもうすげえ文句も言われるし、うん、怒られるけど、うん、でもやっぱりこうこっちの話もちゃんと聞くし、こっちが言い返しても別に何もそこに関しては何もないんで、うん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 、腹割って話せるというか、うん、ちゃんと見てくれてるしって感じですね。まあこうやってざーっとちょっと聞かせてもらったんですけど、はい、キャリアを、はい、この乾隆をこのサッカーで大切にしてるものって何？まあやっぱりでも俺の中では楽しくやりたいんで、その楽しくやるためにどうするかっていうのがあるので、うん、そのためにはやっぱり自分のプレーを出さないといけないんで、うん、プレーをやらないと楽しめないんで、うん、やっぱりどんどん上手くなりたいなっていうのがありますけど、うん、なるほどね。だからもうあれだよね、小野伸二さんとかも前聞いた時に楽しくやりたいって言ってたんだけど、はい、やっぱり本当にずっとそうやってどんな時も楽しくやってたいっていうサッカーを。そうですね、うん、なるほどね。そこからアイドリブルが生まれるんですね。どうなんですか。いや、トラップとかね。トラップとかはまあそうですね。どうなんですか。
新規さんとかにはもうやっぱかなわないですよ。あの人はちょっとレベルが違いますもん。いや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 、ありがとう。最後にこの企画の最後で、今後の目標、はい、ちょっと教えてください。今後の目標は、まあ、でもやっぱりまだスペインで契約が残ってるので、そこでしっかり試合に出続けることと、うん、今多分スペインで120か30ぐらい試合に出てるんで、うん、200行きたいなと思います。なるほど、貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。はい。